こんにちは、マキシです。今日はたこ焼きを作ってみます。せっかく大阪に引っ越したので、たこ焼きを覚えていきたいと思います。今日は料理学校の先生私に作りたいと思いますので、よかったら自己紹介お願いします。はい、こんにちは、中間野です。発酵調味料で腸活のサポートをする栄養士をやっております。はい、気になる方はぜひ概要欄をクリックして、そこに料理学校の説明が書いてありますので、よかったら授業にも参加してください。お願いします。たこ焼きのドイツ語なんですけど、まずそれを覚えようかなと思ってて、まずこれはドイツに売ってないので、ドイツで作ろうと思えばもう日本から取り寄せるしかなくて、Das ist das たこ焼きポエバ、ポエバ、たこ焼きポエバ、ポエバ、ポエバ。Oder man kann auch sagen たこ焼きミックス、たこ焼き、たこ焼き、あ、ミックス、ミックス。Das ist Mehl, Mehl, Mehl。で、これ Frühlingszwiebel。あ、ネギっていうのもあるの？あ、あります。die Frühlingszwiebeln。Frühling が春。Frühlingszwiebeln。だから春のネギっていうのは、別だったら普通のネギのことです。へー。まあ、ね、Frühlingszwiebeln。紅生姜はない。これもね、ドイツだったらアジアショップの中だと売ってます。だからドイツの中でそのこうアジア好きなスーパーに行けば売ってるんですけど、ダスネマのお人たちのインバ、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 イングラム、インバ、生姜、生姜っていう、へえ、英語だったらジンジャー、ジンジャー、ジンジャー、そうで、ドイツ語はジンジャーじゃなくて、ジンじゃなくてインバ、イン、イン、インバ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 。で、たこ焼きの大事なところ、タコ。タコ。ドイツ語だったら、Der Oktopus。Der Oktopus。Der Oktopus。英語と似てて、ただスペルは、C じゃなくて K になります。オクト。オクトパス。オクトプス。ああ、はい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 。あとも少しだけ違うけど、似てて。あと、卵。卵。卵は、ディアイア、ディアイア、アイア、アイア、卵、アイアで、で、私はドイツにいないんですけど、言おうと思えばこう魚の出汁みたいな言い方だったら、フィッシュポヨ、フィッシュポヨ、ポヨ、フィッシュはフィッシュ、はい、フィッシュ、なんかこう、でも日本より好きなドイツ人だったら、出汁っていう単語もうこうレシピ調べると出てくるので、だしって言っても通じる人には通じる、でも本当にこういうアジア の、スーパーに行って探さないといけないから、ネットで取り寄せるしかない。なるほど。だからスーパー、ドイツのスーパーだったら、もう魚の元のだしみたいなの売ってるけど、味がちょっと違うので、なんか本物のだしが欲しかったら、もう専門のスーパーに行くしかなくて、そうそう、お好み焼きソースも別に売ってないけど、アジアショップで探すか、ネットで取り寄すか、これに似たようなソースもない、こういうちょっと濃厚な、マチェスターソースを少し混ぜるみたいなことはできるんですけど、若干味が違うので。あ、そうなんだ。で、マヨネーズ、マヨネーズ、ドイツ語マヨネーズ、あ、マヨネーズ、マヨネーズ。でもね、ドイツのマヨネーズは味が違うので、これもアジアスーパーで、味違うんだ。なんかドイツのマヨネーズと日本のマヨネーズがちょっと若干違うので。へえ、もっと液状ってこと？そうですね。本格的なのかな。なんかもうちょっとなんか味が濃い。ああ、そうなんだ。食べてみたいな。天かす。これがね、100% ドイツには売ってないけど、似てるようなものがスープコーナー、ドイツのスーパーにも売ってますので、似てるものを探すしかないですね。じゃあ早速、こっちで米粉、こっちでたこ焼き粉を作っていきたいと思います。で、分量っていうのは結構もう今日は目分量でいこうかなと思ってて、で、大体でいいんですけれども、粉を3どれぐらいで、ここに、今日はお出汁、かつお出汁ですねを入れていこうと思います。卵を追加していきます。
多分なんかこうたこ焼き粉のこの裏の表示通りにするともっと硬い感じのものになってくるかなと思うんですけど、結構シャバシャバでいきたいなと思います。はい、じゃあ油から。では、はい、まず油をいきます。全部入れない感じがいいかな。うん、あのもうちょっと、もっと満パンまで。満パンまで。すごい。こんにちは。で、タコ、タコを入れてください。はい、じゃあお箸でタコを入れます。はい、全然もちろん手でも大丈夫ですよ、うん、まあ、丁寧に。で合わせてネギも入れていきます。で次紅生姜ですね。紅生姜をお箸でちょっと軽くつまみながらこうポンポンって、ポンポン、では、あ、なるほど、こういう感じです。あなんか、そこからこうクリンって、あー、クリンって難しい、うん、なんか笑ってる。あ、でもこっちまだもうちょっとなんかな、小麦粉の方は。うん、そっちはまだかもしれない。じゃあ こっちやってみると結構固まってくれてる。ここからあー、すぎる。そう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 、グリーンとタコが。米粉のたこ焼きは本当に初挑戦なので未知の世界です。OK、 そもそもそもだな、まだまだ、ちょっと結構楽しみだったね。うん、まだなんだね。ねえ、こっちの方が結構難しい、うん、たこ焼き粉の方が。たこ焼き粉で作るのは簡単だと思ってる人はそうでもない。あ、分量をね、今回あれ通りに作ってないっていうのもあるかもしれないけど、結構難しい。ちょっと一回やってみて。あそこの部分はグッと、いい感じ。うん、ああ、グッと、あ、いけた、あ、いけた、いけた、いけた、レベル高い。そうそう、いえいえ、で、マヨネーズもかけてください。いいねお願いします。いいねを押しといてください、はい、ということで米粉バージョンとたこ焼きパウダーバージョン、はい、になりまーす。じゃあ今日はドイツ語でいただきますと覚えてきます。 Guten Appetit。 Guten Appetit。
Guten Guten Appel Appel Tit Tit Guten Appetit Guten Appetit じゃあ食べましょういただきますいただきますはい。どっちが美味しいって言われたらどっちも美味しいよかったでも、うん、確かにあの食感がこっちの方がもちもちっとしてる生地感をすごく感じてこっちの方がなんかホロホロっとしてるイメージがちょっと、ね、あるかもしれない中が柔らかい、うんうん、でも味としては全然どっちも美味しい、うんうんうん、ねまあ、よかった、うん、今回の、ね、分量では米粉の方がしかも作りやすかったうんうん、うん、でも、まあ、キチンちゃん的にはどちらを出されてもあれですか、うんうん、どっちも好きあよかった、うんねうん、こちらがパッて出てきたとしても、うん、違和感がないということで、うん、そうですね、うん、よかったです嬉しい、うん、で、このたこ焼きだけじゃなんかちょっとつまんないなと思ったのであのたこ焼きに合うこうあの付け合わせみたいなおかずをちょっと作ってきたのであのマキシちゃんこの後食べてくれますかいや食べますありがとうございますでその動画はどこで見たらいいですかあじゃあぜひあの私の方 の, あの YouTube チャンネルで見ていただけたらと思いますので概要欄をポチッとよろしくお願いします。お願いします。